はい、どうも、はしょちょぬるです。本日は先日の時はスポーツさんでの店内紹介の際に自分が新しいオイルを発見しておりました。それがこちらのオイル。こちらがですね、なんと畠山のレザークリーナー、畠山が出した汚れ落としということで、こちらを今回レビューしていこうと思います。では時飛ばし。はい、というわけで先生、今日はですね、私が皆さんからコメントであった、はい、畠山から出たクリーナーはどうなのか。畠山出しちゃった。はい、ついに出しちゃった。いや、これね、私がショップで見てきて思ったことがあるんですよ。グラムワックス大容量で1000いくらだったんですけど、金額見てください。このオイル2640円、はい、ということはですよ、それほどの効果がなければ厳しいんじゃないかという。2640円っつったら、はい、ほぼボールダウンと一緒や。そうなんですよね。しかもこれ容量 65?畠山って言ったらね、本当オイルでもかなりいいもの出してきましたからね。俺マジで初めて見ます。私も見てないですよ、これ。あー、そういう感じ。こういう感じね。内蓋ついてる感じか、はい、あー、なるほどね。無臭に近いね。無臭に近いけど、なんかの匂いがします。石油系溶剤、界面活性剤、香料。原材料の主成分見る感じでは、まあ、汚れ落としに特化したような感じかな、はい、って思います。でも畠山といえば、うん、やっぱりあのグラムワックスが強すぎると思うんですよ。それとあと SF1。 ああ、そうああ、その辺が強いかな。やっぱローリングスさんとかのオイルだったらちょっと安いじゃないですか。そうですね。ボールダウンより安いから、安くていいオイルって言えるけど、うん、価格並べてきちゃったらね、本当にもう同じような効果がないとおかしいでしょっていう話になりますんで、レビューしていきます。はい、今日磨いていくグラブはこちらです。はい、大井のチョコバナナグラブ。素晴らしい。まあ、はい、いい汚れじゃないですか、ちょうど。そうだね。これが何の汚れかどうかわかんないですけど、グリスも多分あります。そうですね。グリスもあるし、傷もあるんですけど、上澄みの汚れ落としがどれだけの力で落とせるのかやっていきます。はい。少量を布やスポンジで取り、比較の表面を軽くこすってって書いてありますんで、じゃあタオルに取ってやっていきます。まあボールタンはね、結構あの匂いが強いけど、はい、畠山のこれ香料が入ってるんで、まあ、優しい匂いがしますね。だから石油系とかじゃない。あ、じゃあ臭くはないですか。全然臭くはない。第一印象はまだ分からん。薄く塗り伸ばしてこすっていかないと、はい、見えてこないんで。お、でもさっき文字見えてなかったんですけど、はい、意外と見えてきましたね。ちなみに画面上では、はい、結構変わってます。マジっすか。はい、あー、落ちるな。落ちますか。落ちますね。落ちる。お、はいはい、どうですか。え、なんか謎のグリップ力がね。おお、これ触っててください。ああ、確かにそうっすね。これ何、これ汚れ落としでいったら普通このさらっと仕上がるのがあると思うんですけど、結構ね、汚れ落とし終わった後ってすっぴん状態みたいな、パサつきが出るんですよ、特有の。なんかこれ謎の保湿感があるんですけど。マジっすか。まさかあのグラブワックスの要素が入ってるなんてことはないっすよね。いや、それがないだろ。さすがにそんなことはない。うん、汚れ落ちますね、確実に。うん、なんかね、僕は結構好きな仕上がり感ですね。しっとり仕上がる。汚れ落としなのにしっとりするっていう、ちょっと、うん、はい、こんな感じかな。うん、いいですね、かなり。うん、結構しっとりするな。はい、今の時点で何かに近いみたいなのありますか。何かに近い、そのオイルとして。まあ近いのはストロングクリーナー。ああ、ローリングスケース。はいはいはい。質感やガリッとかき出す。ガリガリはしてない。あ、しない。全然ガリガリはしてない。砂が入った感じじゃないんですよ。あ、だから質感はローリングスとかに似てるんですけど、柔らかいいい匂いでしっとり仕上がる汚れ落とし。だから今のところなんか僕の中で唯一無二感があります。へー、それがいいか悪いかわからないですけどね。そうですね、もうほんと人それぞれですからね。うん、匂いが好きじゃないとか、まあ部屋でやったりする場合はちょっときついっすよね。そう、これ部屋で全然使える。全然これいけますね。全然使える。あの、おかんから怒られましたみたいなのありますからね、コメントとかで。まあ質感は僕めっちゃ好きです。はい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 。正直なところ。なるほど。正直なところこれ高いです。なるほどね。高いなって思います。でも質感は結構好き、本当に。ベタベタ。でも香りいいっすね。やっと来ました、こっちにも。はい、だからこの匂い問題って汚れ落とし絶対あるんで、うん、臭いのがほぼなんですよ、まあ、そうそう、汚れ落とし、はい、臭くないので言えばオールインワンクリーナー系、はい、でもオールインワンクリーナー系は汚れ落としじゃないんで、うん、そうっすね。どっちかというと楽に手入れするものなんで、この汚れ落とし特化型でいい匂いっていうのはなかなか珍しい。あ、この時代にその金額で出していくってことはよっぽど自信があると思うんですけど、どうですか。はい、いや、いいと思いますよ。物としては全然いいですか。オイルとしては。オイルとしては、オイルとしては僕は好きですよ。おー、うん、ただ先生的には少し高いんじゃないかと。高いっすね。まあ分かんないですよ。まあ、あのファーストインプレッションなんで、はいはいはい、あの最初の感想なんで、ずっと使っていってどうなのかとかあると思うんで、
まあ、この餅とかも分かんないじゃないですか、うん、65g って見たらそれ少ないなってまあ思うじゃないですか人って、はい、まあでもこれをどん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 使っていっての減り具合とかにもよると思います。なるほどね。はい、ぐらいですかね。はいはいはい。ちょっと一旦やってもらって、はい、補給面だけ全部やってもらいます。では完成まで解き飛ばしゴーリアした。はい、というわけで、はい、どうでしたか。汚れ落とししてみてですか。はい、好きな人は好きだと思います。というと汚れ落としのタイプとしては結構珍しいタイプだと思いまして、うん、クリーム系の汚れ落としっていい匂いするやつがない。あんまりさっき言ったと思うんですけどいい匂いがするものがないのと、あと磨いた時に特有のツヤ感ともっちり感が出ます。よく僕が使ってるボールタウンなんかは、まあ、パサパサになって、そうですよね、もうなんか砂漠みたいになるんですけど、うん、そういう状態にはならない。普通にこれオールインワンとか言っても分かんないですよ。そう、うん、結構ねもっちり系、いや全然もちもちしてる、もっちり系で皮がしっとりするような感じ、うん、これにプラスして保湿オイル塗ってあげたらいい感じに仕上がるなとは思います、うん、でも僕が結構正直な意見を言うと、うん、ちょっと高い、まあそうですね、ちょっと高いとで、あとまあ汚れ落としの力としてはあんまり強くないと思います、うん、じゃ特化型とは言いづらい、うん、まあ容量見成主成分見る限りは特化型かなと思ったんですけど、うん、そこまで強くないなって感じですね。逆にそれが2640ですか、うん、1980円とかだったら全然ありですか。まあそれも人それぞれなんですけど、はい、あの仕上がり感が好きな人もいるだろうし匂いを気にする人も多分いると思うんで、まあ、どこを取るかだと思います。私が触った感じ汚れ落としのもちもち感じゃないっすよね。なんかボールが止まる感じがするんで、意外とこの野手やっぱり畠山といったら、まあ、今までのオイルの実績があるんで、はいはいはい、あの失敗作は絶対作ってこないんですよ、うん、まあ、僕は結構内野手とか外野手にとかピッチャー以外ボールを受けるとこならどこでもいいんですけど、特に内野とかファーストとかキャッチャーとか、うん、ボールをよく受ける人に使ってほしいなって感じです。なるほど、やっぱ補給面がしっかり仕上がる、まあ、そんな感じですね。わかりました。じゃあまとめると汚れ落とし特化というオイルで、まあ、使ってみた結果予想よりももちもちしているっていうのと、はい、まあ、香りだったりとか、そうですね、うん、もっちり感が欲しい汚れ落としを探してる方、いやなかなかなんかそうですね、いいじゃないですか、それもそれで。あと香りがいいので臭くない汚れ落としを探してる方で、まあ、こういうちっちゃいのでね持ち運びもしやすいと思うんで、はい、まあ、そういうオイルを探してる方はぜひ畠山のレザークリーナー試してみてください。はい、ありがとうございました。そんな感じで、ゴリスポ新しいオイルも、まあ、今どんどん増えてきてるんで、ボールタウンに限らずいろいろ紹介していこうかなというふうに思いますんでよろしくお願いいたします。はい、それでは今日のゴリスポは以上になります。アウリアシャアリアシャ、ありあした、今日も来てくれる人がいるよ、これからが勝負なんだぜ、戦う意志はあれ、道は続いてこう、ラララララ。そして今月のプレゼント企画はボルタのバッティンググローブとGS ブランドの新作パーカーのセットとなります。こちらですね、裏起毛パーカーとなっておりまして、めちゃくちゃ暖かい冬用のパーカーとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。